文春オンラインでは、小渕氏の関係する政治団体が2015年からの7年間で1400万円以上を自身のファミリー企業に支出していたと報道しています。この報道に対し小渕氏は取材に応じ、法に反することはないと否定しました。親族企業と言いますけれども、それがきちんとした形で全く反することではなく、言わせていただいています。小渕氏は道義的な責任についても全くないと思っていると強調したほか、有罪判決を受けた元秘書に政治資金を還流させているとの報道についても、事実は全くないと否定しています。